こんにちは、早速たくさん見に来ていただいてありがとうございます。今日は昨日に続いて愛知県からのお友達が今日も2日目来ていただいてます。今日も昼から来ていただいて、先ほどまでちょっとお散歩したり、今日はじいちゃんも来てるのでじいちゃんとこ行って鶏さんと遊んだりしてました。今日初めて、私がライブの画面を始めるときにどういうふうに皆様に見えてるかっていうのを、今日お越しの方のスマホで画面見せていただいて、私が開始する前からコメントが入ったりとかチャットが入ったりとかしてるのを見せていただいてちょっと驚きました。今日も、時間がちょっといつもよりちょっと早いのかもしれませんけども、またゆっくりと、下に今鶏さんも離れてますので、後で下降りて鶏さんと遊びたいと思います。よし、降りようか。鶏さんとこ行こう。ブッキーゆっくり行こう。ハクも行こうか。はい、行こう。ハク、それひっつき虫つくからおいで。はい、早速たくさん見に来ていただいてありがとうございます。今日は暑くもなく寒くもなく、ハクやブッキーとね一緒に歩いて散歩するのに本当にちょうどいい気温でした。ハクやブッキーにはちょっと暑いのかもしれませんけどね、それでも、まあ、夏みたいなことないんでね、元気です。こんにちは、たくさん見に来ていただいてありがとうございます。今日の天気は曇り、夕日はちょっと残念ながら見えなさそうですけども、雨の心配は昨日以上に今日はないと思います。冷蔵庫のとこ行こうって言ってますね。行くよ、ブッキー。今日は特に事前のコミュニティでしたっけ、コミュニティっていうのは今日は特に書き込みしてませんでした。ただ私が、写真を撮ってタイトルをつけてタイトルをアップロードした時点で、私の
伊吹琥珀のトップ画面のところにその画像が出て、ある意味その予告的になっていることが今日ちょっと分かりましたんでね、あの画面をちょっと早く出しておけばもうじき始まるっていうのが分かるのと、そこに何時から始めますっていうのを書いて入れれば、まあ、予告になるのかなっていうのがちょっと今日分かりました。今同席していただいている方のスマホをね、私が公開スタートする前に見せていただいて、それがちょっと理解できました。予約時間はこれに関しては時間の設定はしてなかったんで、ちょっとね今日の分の予約っていうのがちょっと私した覚えがないんで、昨日の分が何か出てるのかもしれませんね、トップの画面に。ちょっとその辺はまた確認してみます。昨日いただいた、ソーセージがねこれぐらいになりました。たくさんの、ね、ソーセージになったんでね、しばらくこの子らは鶏さんもですけどいい思いできると思います。5時になりました。5時の時点でたくさんの方が見に来ていただいてありがとうございます。もう4つおるか。だいたい分かってんのかな、4つみんないてますね。やってくれる？ニワトリさんにもやってくれる？
で今日もね、昨日と同様同じ方です。大阪で昨日は宿泊されて、今日もね昼からまた来てくださいました。この音にね、聞き覚えが鶏さんたちも出てくれたらいいんですけどね。まあね、何度かやってるうちに本当学習するかもしれませんからね。ちょっとね、昨日かまぼこをいただいたんですけど、そのかまぼこの入れ物がねかっこよかったんで、ちょっとこんなん作ってみました。かまぼこちちくわって書いてますね。これに切ってきた柿をね、ちょっと落ちた台風で落ちた枝の柿をねちょっと入れて刺しといて、また熟したら食べようと思ってます。中身はね、昨日ちょっと私と妻といただいたんですけど、美味しいちくわがね、いろいろ詰め合わせで入ってました。ちくわと、まあ、かまぼこですかね。まだたくさん入ってるので全部食べてないんですけどもね、冷蔵庫入れてありますけど。それと昨日いただいてどれぐらいって言われたんですけど、これぐらいです。で、これぐらいなんですけども、あんまり増えてへんやんっていう話になるんですけど、実はもらった分の半分以上は自宅へ持って帰って、自宅でまた白夜ブッキーが食べたり、私も食べようと思ってます。賞味期限長いんでね、当分魚肉ソーセージで楽しめそうです。パンもあったやろ。パンちょっとやって、パンも炒まうちにやっといて。パンなかったっけ。パンあるやろ。今日はちょっとハクとブッキーとね、ゆっくり時間取れたんで。あら、そうですか、おめでとうございます。ちょっと後でまたゆっくり読ませていただきますけども。あ、ちょっとそれは喉通らんやろな。以前にね、ブラッシングスプレーをいただいてたんですけどもね、それをちょっと今日はまた使って、コームをハクとブッキーにゆっくりと抜け毛を取りながら入れてあげました。喉詰まるぞ、喉詰まんぞ、ほら。
土佐か赤なったんやんけって言って、もともと赤いか。ほんとね、あの産後は大事なんで、ゆっくり体大事で頑張ってください。包まるの。あ、このつるちゃんはみんなも平気で食べるな。もう一つあった。ここにおるの？君がおったのか。この子ね、結構大きいです。ブラッシングスプレーを入れてね、あの毎日ブラッシング、まあ、しないと毛玉になりますかっていうのは条件にもよりますけども、あの歯みたいに、歯や武器みたいにやっぱり汚れるとね、あのほっとくと確かに毛玉にはなりやすいです。濡れたまま生乾きにもなりますから、あれが一番毛玉になりやすいですよね。その場ですぐにドライヤーかけて乾かしてやると、まあ、その時にブラシも入れますから、あの毛玉にはなりにくいと思います。まあ、ハクとブッキーはもうしょっちゅう本当濡れてしまうんでね、あの毎回ドライヤーかけて乾かしたりしないんで、まあ、ある程度乾いた時点でコームをさーっと入れてやって、あの泥が一回落ちて、まあ、そうすることであんまり毛玉にはなってないですけどね。今もほとんど毛玉はなかったんですけども、抜け毛が残ってたんでね、それをほっとくとやっぱ毛玉になると思います。で今日はブラッシングスプレー入れて、あの串通り良くして、でだいぶ時間かけてゆっくりしたので、多分今毛玉はないと思います。まあ、一回毛玉ができてしまうとね、もう頑固な毛玉になるともう切らんと仕方がないんでね、時々ハサミで毛玉切ったりすることあります。ぶっちゃんはね、あの夏場あの皮膚がちょっと悪くなったりした時があるんで、その時はあのコームもねほとんど通さなく、皮膚をね変に刺激しないようにしてたんで、ぶっちゃんは夏場毛玉がありました。胸のところも大きに毛玉があったんでね、そのあたりはもうあの傷が治った時点でみんなもうハサミで切って取りました。今はあの皮膚そんなに悪くないんでね、状態いいんで、コームも今日しっかり入れて抜け毛みんな抜いた取った状態です。まあみんなとは言いませんけどね、コームも入れるたんびにやっぱり抜けてきますから、何もかは抜け毛ありますけどね。もうほんと暗なんのが早なってきました。ちょっともう暗い感じになってきました。まあ、画面でちょっと分かりにくいかもしれませんけど、ちょっとずつやっぱり火の加減のが早くなって、あらくるくる、
狭い。はい。韓国の方もね、ありがとうございます。発音は下手ですけどもね、アニョハセヨって言うんでしょうか。昨日私、韓国のドラマ、太陽を抱く月の吹き替えなしの分を見てました。ん？みんなおるな。吹き替えなしですけど字幕は出てますからね。何？でもね、結構日本語と似た発音の単語があったりしてね、面白いですね。わかったなんていうのはね、ほぼ同じようなイントネーションで発音ですよね。アラッソかなんかって言うとよく聞こえてきます。今日は卵1個産むところをね、ビデオ撮ってみたんですけども、よいしょ、もうね、これほとんど米がなくなりました。牡蠣もね、ちょっと減りました。2個ほどなくなりました。わざわざこんなとこの水飲んでるんですね。お米ね、脱穀して玄米を入れてあるんですけども、玄米よりも、まあ玄米はくず米なんでね、二等米とかいう機械が選別して外した弾いたお米なんですけども、ぶら下げてあるお米は普通に熟して美味しいはずなんですけども、美味しいはずなんですけども、まあ、イノシシが入ったんで、まあ、刈り取らないっていうんで私もらったんですけどね。まあ、あっちの、もみ殻がついてる方が美味しいんだと思います。もみ殻だけでも食べますからね。ああ、ベトナムもそうなんですね。本当ね、まあ、韓国お隣の国なんで話できたらいいなって本当思います。まあ、そんなきっかけもあってドラマですけどもね、アマゾンだとそのままの言語のやつが聞こえるんで、それを時々聞いて楽しんでます。逃げろ、捕まるぞ。あら、捕まった。じいちゃんが捕獲に回ってます。ホーチミンですか。ホーチミンという町自体あんまり存じ上げてないんですけども、治安はいいんでしょうかね。あと物価とかね、ちょっと興味ありますね。
ニワトリさんたちはいろいろいてます。ごつい子もいてますし、おつるちゃんみたいにちょっと小さい目の子もいてます。やっぱりもともとひよこで同じ状態が大きくなったんですけども、自由に食べれるようにしてあったんでね、たくさん食べることやっぱちょっとしか食べない子がいたんですよね。まあ、そんなんもあってか知らんけど、だいぶ今の状況としては重さも違います、体重も違います。だから平均的なのがどれぐらいかっていうと、養鶏場にいてるやつらはうちにいてる子らの一番大きな分ぐらいがいてると思います。中心部でなければいいですっていうことは、中心部はダメっていうことなんですよね。中心部は結構危ないということなんですかね。ちょっと意外な気はしますけども、それがさっきの話ですけど、ニワトリさんは結構、まあ、体型にムラがあるんですけども、産むときはいてる8羽いてるときは8羽8個卵があったりとかね、今であればちょっと去年までは5羽いてるんで、5羽のうち5羽5つ卵があったりとか、まあ、6個1日にあったときもありました。まあ、産むタイミングなんだと思いますけどもね、ほぼ毎日産むっていうことをやったんで、まあ、ちょっと時間のずれなんかでね、1日に6個あったこともありました。最近はもう年齢的に毎日産まなくなってる年齢だと思うんで、多くて3個だと思います。3個産んだ時は2個食べられてます。まあ、そのあたりはまあ今はもう仕方がないかなと思ってね、もうちょっとしたら鶏小屋直そうとは思ってますけども、そうこうしてるうちにもどんどん暗くなってきました。今日は残念ながら夕焼けが出ません。さっき太陽がね上の方にあったんで、ちょっと夕焼け出るかなと思ったんですけども、やっぱ出ませんでした。残念です。この間じいちゃんがこの屋根の上にね猿がいたって言ってたんですよ。一匹猿がいたって言ってたんですよね。で、私もこの間これか、このど真ん中にある私が作った電柱なんですけどもね、電気のメーターがついてるんですけど、そこのてっぺんに座ってる猿見ました。で、写真撮ろうと思ったら逃げられました。まあ、逃げられた原因はね、白土武器がいたんで、追いかけていかないようにちょっと抑えたんでね、その隙に逃げられてしまいました。ちょっとねしばらく用心せんと猿がいるみたいです。結構大きな猿でした。大きな、多分オス猿だと思います。はい、今日もねもう鶏さん帰ったかな。まだみんなして電気がついてるせいか、まだみんないます。強制送還されたんでちょっと不満なのかもしれませんね。ちょっと電気を消しときます。電気消せば帰るかもしれませんので、あ、ごめんなさい、またコメントがちょっとね来ないなと思ってたらコメントが見えてませんでした。ライブさんでした。そうですね。鶏養鶏場はね養鶏場じゃないですけど、
兄ちゃんの実家も昔養鶏やってまして、私そこへよく行ってたんですけどもね、そこはあの経営者の、あの兄さんが入ってる個室の前に、正の字でね、チョークで卵産んだかどうかっていうのをチェックしていって、でそのチェックした数が少なくなると、食事に提供されてたみたいでした。だから今はねそうじゃなしにもう一律、生後何日、まあ大体2年らしいんですけどね、2年になると産んでる子産んでない子かかわらず全部入れ替えてしまうっていうのが主流らしいですよ。私が聞いたところはそうでした。仏器もね別に今しんどいわけではありません。白も今日はまあ確かにちょっとねゆっくり昼間時間かけて散歩したりしたんで、ちょっとまあ満足してるっていうのがあるんだと思います。それとたくさんおやつ食べてます今日は。今日はね鶏さん今まで出とったんですよ。今じいちゃんが捕まえてね中入れちゃいました。山さんのちくわかしらっていうのも今出てましたね。山さんのちくわね、よいしょ、こういうレモンにね入ってきました。美味しかったですよ。この入れ物がね、ちょっとまた敷きに行ったんでね、使わせてもらいました。ここで柿熟したらまた白と仏器と私と鶏さんにはね中に入れてあるんでね、もう帰りました。まだ帰りかけてんのかな。まだおつるちゃん出てくる気満々やな。おつるちゃんがいじめて落としました。
つぶちゃんつついて落としました。今ワルトリです。あまり混雑してなくてもこっちから帰るみたいですね。爆弾が落ちてきました。昨日のチャットの中にこの時になんかあの落とされて、喧嘩したりしないんですかっていうのをやった時なんかあったんですけどね、時々ここの場所取りでね落とされる子がいます。で落とされてね前足怪我した子がいたんだと思います。場所取りする時にねあの横へ無理やり入られてね落ちたのは何度か見たことあります。もうこれは多分あの鳥としての本能だと思います。あの前もちょっと言ったかもしれませんけど、鎌倉かどっかに以前あの野良の鳥が鶏がいてたんですけど、その子らも高い杉の、 あの木の上にあの寝床を持ってるっていう風な聞いた気がします。もうだいぶ前の話ですけどね。あ、本能的にやっぱ高いとこ上がるのも、教えなくても勝手に上がりますからね。モリス・ブラウンは性格おとなしくて飼いやすくて、卵の産卵率も高くて経済的やっていう風なことになってるらしいですよ。私は白色レグホンも買ったことないし他の種類買ったことないんでね比較できないし、たくさん産まそうという努力をしてないんで比較しようがないんですけどもね。それでも普通に買ってるだけでピークの時には1日やっぱり8羽中8羽みんな産んだりしてましたからね。だからその頃は卵かなり余ってました本当にね。あ、すごい色になってる、夕焼けがすごい。ちょっと見つけるの遅くなりましたけどね。雲に下から火が当たったみたいにすごい綺麗な夕焼けになりました。今ね、あの兄ちゃんは帰る準備してもここに来ました。私もねそれもちょっと見たいんですけどもね、まあ夕焼けは今しかないということでとりあえず夕焼けを撮って、夕焼けがちょっと出るとは思いませんでした。はい、今日もね、長いことお付き合いありがとうございました。今日もあの吐く、あ寝てばっかしょったらみんな心配するわ。元気です。10歳の子吐くですけどもね基本元気です。こっちはね9歳のいぶきですけども今日は、ね、結構お腹が多分いっぱいなんだと思います。あの満足してると思います。おやついろいろいただいてパンもいただいてね、
ダメネータルグリーン、うん、まあいい、いい、虫、あれは虫がいっぱい入ってるからもうちょっとあかんわ。今日も、はい、たくさんね見に来ていただいてありがとうございます。忙しい時に感謝です。向こうは、ちょっとねお尻が汚れてますけども、10歳の琥珀まだ現役のレディーでした。右側はこのレディーに当てられっぱなしの男の子のいぶきくんです。9歳。いつもたくさん見に来ていただいてありがとうございます。今日も無事に一日が終わりそうです。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。あ、明日は多分天気さえ良ければ予定晩は何もないのでまたやりたいと思ってますんで、その時はよろしくお願いします。告知の件ももうちょっと考えて何かいい方法がないかいろいろちょっと調べてみますんで、その時もよろしくお願いします。はい、なんか上を匂ってる琥珀ですけど、天気ね明日どうなるかちょっと微妙ですね。こっちの方が今度赤くなりました。いい色になりました。よいしょ。白はね今ちょっとなんか匂い嗅いでますから、山の方を見てちょっとなんか山の方から野生動物の匂いがしてるのかもしれません。ちょっとさっきも鼻を上向けてね匂ってましたんでね、おしっこか。はい、ハクちゃんのおしっこで失礼します。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ウッキーお顔見してバイバイって、バイバイ。はい、皆さんありがとうございました。失礼します。